はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。冬の夜長に夜更かししてみる映画って好きなんですよね。深夜に見ていてふと登場する映画の中の食事シーン、めっちゃうまそう、食べたい。映画を見ていてそんな経験したことありますよね。今日は映画飯ご紹介します。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今日はこのホットサンドメーカーを使ってサンドイッチ界のニューカマーキューバサンドを作ります。キューバサンドとはキューバ発祥のサンドイッチで、キューバ移民がフロリダに持ち込み広まったと言われています。キューバブレッドというパンにマスタード、ローストポーク、ハム、チーズ、ピクルスを挟みサンドイッチプレスで焼いたものです。キューバサンドが有名になったきっかけの一つに映画があるのってご存知ですか？2015年に上映され名作と評判だった映画シェフ三つ星フードトラック始めましたで、主人公のカールがキッチンカーでキューバサンドを売っていた時に初めてキューバサンドに興味を持ったことを覚えています。映画飯って掘るといろいろ出てきそうですよね。皆さんの好きな映画飯とかあればぜひ教えてください。今回使う器具は通常見かけるサイズよりも一回り大きいです。男性が片手で持っても重さを感じますね。イタリアのサンドイッチパニーニなんかを作るのに使うホットサンドメーカーです。この波型の突起でパンを押すことで縞模様の焼き目がつきます。今日作るのはキューバサンド風と思ってください。それでは始めていきましょう。まずはローストポークを作ります。袋に豚のヒレ肉を入れて、オレンジジュース、ライムジュース、オリーブオイル、塩、クミン、砂糖、ブラックペッパー、パプリカ、ニンニクを入れます。これをよく揉み込んで味を全体になじませます。冷蔵庫で30分寝かせておきます。寝かせた豚ヒレを取り出してトースターで加熱します。焼けたので取り出して食べやすいサイズに切り分けていきます。バゲットを半分にカットし、表面にバターを均等に塗っていきます。本当であればキューバブレッドというパンを使いますが、手に入らなかったのでバゲットで代用します。パンを開いたら中にイエローマスタードを塗ります。ハム、ピクルス、ローストポーク、チーズ、最後に塩を軽く振りかけます。ハムも可能なら蜂蜜を使ってグリルしたグレーズドハムがベストです。ようやくここでホットサンドメーカーの出番です。サンドイッチをホットサンドメーカーで挟み、準備は完了です。これを火にかけ5、6分焼いていきます。こんがりと焼き目がついてチーズがとろけています。あとは切り分けて完成です。早速食べてみましょう。いただきます。今日はワイマーケットブリューイングのパープルスカイペールエールを飲んでみましょう。ワイマーケットブリューイングは2014年より愛知県の名古屋市に醸造所を構える市内唯一のクラフトビールブルワリーです。名古屋市内には地ビールブームの時代には数軒のビール醸造所が立ち上がりましたが、ブームの終焉とともにその全ては閉業となりました。そんな地元のビールがなくなっていた名古屋にワイマーケットブリューイングは誕生しました。ブルワリーの名前のワイマーケットは名古屋駅前で明治時代から続く柳橋中央卸市場が由来となっています。王道の IPA っぽくがっつりホップの苦味が後引く味わいです。このゴクッと飲んでうってなる苦さが癖になります。この苦味に良さを感じちゃうとついつい苦味を求めちゃいますよね。それではキューバサンドをいただきます。このカリッと焼かれたバゲットの表面の感じが食パンで作るホットサンドとは全く別物です。バターの香りもいいですね。下味をつけてじっくりと焼いた豚ヒレ肉は今まで食べた豚ヒレの調理方法で一番好みかもしれません。さっぱりとしていて鶏肉を思わせるような繊維感がありますね。具材もボリューミーで食べ応えがあります。チーズのとろける感じ、ところどころにいるピクルスの酸味、豚ヒレのスパイシーな味わいにハムの塩気、バゲットのバターの香りとカリッとした食感がサンドされて一つの料理へと完成されています。本場のキューバサンドはパンの種類にもこだわっていますが、
日本で作るときはバゲットが再現しやすそうです。豚ヒレ肉は普段あまり食べませんが、これなら脂っこくなくて、でも味もしっかりと染みていて、肉も柔らかくてバクバクいけちゃいます。これは鶏胸肉とかでも合いそうです。休日やキャンプの朝ごはんに作りたいブッチャーレシピに追加します。最近ランチパックが値上げされましたが、この際高級路線でキューバサンドとか発売されませんかね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。キューバサンドいかがでしたか？おすすめの映画飯あればシリーズ化します。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。